1986年の野球においてメジャーリーグベースボール優勝決定戦の第83回ワールドシリーズは10月18日から27日にかけて計7試合が開催された。その結果ニューヨークメッツがボストンレッドソックスを4勝3敗で下し17年ぶり2回目の優勝を果たした。 メッツは2勝3敗で迎えた第6戦の延長を10回表に2点を勝ち越され、その裏後、ストライク1球で敗退という状況に2度も追い込まれたものの、そこから同点に追いつき、最後は相手1塁守ビル、バックナーのトンネルでさよなら勝利を収めた。そして、右転順延を挟んで2日後の第7戦でも3点差を逆転し、優勝を決めた。あと1球からの逆転優勝は、 シリーズ史上初である。一方のレッドソックスは、1918年以来68年ぶりの優勝を逃した。1946年、1967年、1975年に、続き、今回も、また最終第7戦までもつれた末に敗れている。この時の、ニューヨークタイムズ掲載記事がきっかけで、1990年に、ボストングローブ記者団小ネシーが、 著書ザカーソブザバンビーノを出版、それ以降バンビーノの呪いという都市伝説がファンの間で広まってゆく。シリーズ MVP には第6戦でサヨナラのホームを踏み第7戦で勝ち越し本塁打を放つなど6試合で打率。391.1本塁打5打点、オプス1.005という成績を残したメッツのレイナイトが選出された。 ワールドシリーズでは1976年から指名打者制度が導入され、1985年までの10年間は、多摩数年は全試合で採用、奇数年は全試合で不採用とされていた。今シリーズから規則が変更され、年度にかかわらずアメリカンリーグ球団の本拠地では採用、ナショナルリーグ球団の本拠地では不採用となった。DH ありの試合となしの試合が混在するのは、 ワールドシリーズでは今シリーズが初めてである。1986年のワールドシリーズは10月18日に開幕し、途中に移動日と、雨天順延を挟んで10日間で7試合が行われた。日程、結果は以下の通り。勝ち、ブルース・ハースト・ハイ、ロン・ダーリング・エス、カルビン・シラルディ審判、急審、ジョン・キブラー、累審、一類、ジム・エヴァンス、二類、 ハリー・ウェンデル・ステッド、サン・ルイ、ジョー・ブリンクマン、ソトシン、左翼、エド・モンタギュー、右翼、デール・フォード試合時間、2時間59分観客、5万5076人、気温、下詞50度詳細、bas.ebal.reference.com マサル、スティーブ・クロフォード・ハイ、ドワイト・グッテン・ S、ス、ボブ・スタン・リー・ボン、BOS、テーブ・ヘンダーソン1号ソロ、 ドワイト・エヴァンス1号2ラン審判、急審、ジム・エヴァンス、類審、1類、ハリー・ウェンデルステッド、2類、ジョーブ・リンクマン、3類、エド・モンタ・ギュー、ソト・シン、左翼、テール・フォード、右翼、ジョン・キブラー・アジアイ時間、3時間36分観客、55,063人、気温、歌詞57度詳細、 b-a-s-e-b-a-l-l-r-e-f-e-r-e-n-c-e.com マサル。ボブ・オヘイダ・ハイ。オイル・カンボイド・ボン。ニム・レニー・ダ・エクストラ1号ソロ・審判パン。ハリー・ウェンデル・ステッド累審。一類。チョー・ブリンクマン。二類。エド・モンタギュー。三類。テイル・フォード。外審。左翼。ジョン・キブラー。右翼。チム・エヴァンス・試合時間、カン。2時間58分観客。 三万三千五百九十五人、気温、歌詞六十度詳細、b a s e b a l l a s h r e f e r e n c e c o m マサルロンダーリンクハイ、はい、アルニッパー S、チェシーオロスコ、ホ、ニムゲイリー・カーター一号二ン二号ソロ、レニー・ダイクストラ二号二ン審判、九心、ジョーブ・リンクマン、累心、一イ,イエドモン・タキュル二類、デールイ・コード、三類、ジョン・キプラー、 外心、左翼、ジム・エヴァンス、右翼、ハリー・ウェンデル・ステット試合時間、3時間22分、観客、33,920人称さ、BAX, EBAL, d s R, EF, ER, ENCE, とコムマサル、ブルース・ファースト・ハイ、ドワイト・グッテン・ホン、ニム、ティム・タフェル1号ソロ審判、急心、エド・モンタギュー、累一類、デール・フォード、 二類、ジョン・キブラー、三類、ジム・エヴァンス、ソトシン、左翼、ハリー・ウェンデル・ステッド、右翼、ジョー・ブリンク・マンジ合イ時間、三時間九分観客、三万四千十人、詳細、basaball-referenc.com、e. マサル、リック・アギレラ・ハイ、カルビン・シラルデボン、BOS、デイブ・ヘンダーソン二号ソロ審判、急進、デール・フォード、類審、 一塁、ジョン・キブラー。二塁、ジム・エヴァンス。三塁、ハリー・ウェンデル・ステッド、ソトシン、左翼、ジョー・ブリンクマン、右翼、エド・モンタ牛試合時間。四時間二分観客。五万五千七十八人。気温。歌詞五十三度詳細。b a s e b a l l r e f e r e n c e c o m さよならの場面で使用された。実際のボール。2010年4月。 メッツの本拠地球上式ィフィールド内にある球団博物館で展示されていた先発投手はメッツがボブ・オヘダ、レッドソックスがロジャー・クレメンス。試合は初回表にレッドソックスがドワイト・エバンスの敵地二塁打で1点を先制し、3回表にはマーティバレットの敵地打でもう1点を追加する。しかし5回裏、メッツは1点を返しなおも無視1点三塁という場面で、 ダニー・ヒープがニゴロ併殺に打ち取られたものの、その間に三塁走者が生還し同点に追いつく。7回に、レッドソックスが、エヴァンスのニゴロで1点を勝ち越すが、メッツも8回裏に、ゲイリー・カーアターの犠牲フライで再度同点とし、試合は3から3のまま延長戦に突入した。10回表、メッツは4番手、リック・アギレラをマウンドへ送る。レッドソックスは、先頭打者。 デーブ・ヘンダーソンが本塁打を放ち再び勝ち越す。さらにバレットの敵地打でもう1点を追加し、1918年以来68年ぶりの優勝まで2点リードで、あとアウト3つとした。その裏、レッドソックスは、クローザーのカルビン・シラルディが登板し、あっさりにアウトを奪う。しかしメッツはここから粘りを見せ、2アウトからカーターとダ、イダケビン・ミッチェルの連打で1、2塁とする。 6番レイナイトは2球でにストライクに追い込まれたが、3球目を中前へ運び、3連打で1点差に詰め寄った。ここで、レッドソックスは、シラルデを諦め、ボブ・スタンリーへ継投する。スタンリーは7番ムーキー・ウィルソンを2ストライクに追い込み、優勝まであとストライク1球とするが、ウィルソンはそこからファウルで粘る。すると7球目が冒頭となり、3塁走者ミッチェルが、 生還して5から5の同点となった。ウィルソンは8球目と9球目も、ファウルとした後の10球目を、フェアゾーンに打ち返す。打球は1ゴロだったが、一塁守備ルバックナーが取り、損ねたため股の間を抜けて外野へ転がった。バックナーは途中まで追ったがやがて諦め、その間に二塁走者ナイトが生還して、メッツがサヨナラ勝ちを収めた。勝ち、ロジャー・マクダウェル杯、カルビン・シラルディエス。 ジェシー・オロス・コボン、BOS、ドワイト・エヴァンス2号ソロ、リッチ・ゲドマン1号ソロ、ニム・レーナイト1号ソロ、ダリル・ストロベリー1号ソロ、審判、急審、ジョン・キブラー、累審、1類、ジム・エヴァンス、2類、ハリー・ウェンデル・ステッド、3類、ジョー・ブリンクマン、ソト・シン、左翼、エド・モンタギュー、右翼、デール・フォード・ジャイ時間、3時間11分観客、55,032人、気温、 は五53度詳細、b a s e b a l l r e f e r e n c e c o m この試合は、当初10月26日の開催を予定していたが、雨天順延により27日へずれ込んだ。先発投手は、メッツが、ロンダーリング、レッドソックスが、ブルースハースト。ダーリングは、第4戦から中4日、ハーストは、第5戦から中3日での登板だった。二回表、 レッドソックスがドワイトエバンスとリッチ・ゲドマンの連続本塁打などで3点を先制する。レッドソックスは4回表にも西二塁と走者を得点圏へ進め、ダーリングを降板させる。しかし2番手、シド・フェルナンデスの前にマーティバレットが右比に倒れ、4点目を奪えなかった。6回裏、メッツ打線がハーストを攻め立て、キース・フェルナンデスの2点的時だとゲイリー・カーターの 右頃で3から3の同点とした。7回裏、レッドソックスは、クローザーのカルビン・シラルディを登板させるが、メッツの先頭打者、レイ・ナイトが勝ち越しのソロ本塁打を放つ。さらにラファエル・サンタナの敵自打で1点が加わり、シラルディは1アウトしか奪えない間に2点を失って、マウンドを下ろされた。メッツは3番手、ジョーサムバイトからもヘルナンデスが敵自打を放ち、リードを3点に広げた。 レッドソックスは8回表、3番手、ロジャー・マクダウェルに対し先頭打者ビル・バックナーからの3、連打で2点を奪い、1点差に追い上げる。しかしその後、ジェシー・オロスコの前に後続が3者連続アウトに、打ち取られ、同点とできず。その裏には、ダリル・ストロベリーの本塁打とオロスコの敵地打で、メッツが2点を取り返して8から5とした、9回表、オロスコが3者凡退で、 レッドソックスの反撃を断ち、メッツが17年ぶり2度目の優勝を果たした。ありがとうございます。